朝って感じの声してるわめっちゃ朝って感じの声してますね。おはようございます。うん、めっちゃ朝。おはよう。うんうんうん、やばい、めっちゃ朝の声してるわ。朝の声って感じですね。うん、おはようございます。皆さん起きましたか？うん、早いでしょ、早いでしょ。あ、こっちが。これは違うか。いけ。いけたかな。おはよう。案外早かったの。朝配信って10時頃かと思ってた。そっか。なんかもうやっちゃおうと思って始めました。通勤中、気をつけていくんだよ、寒いから。気をつけていってらっしゃい。うん、みんな朝ごはん食べました？朝ごはん そう、まだ朝だからお顔がむくんでるんです、許してください。おはよう。なんか朝の顔、朝の顔と朝の声してますね。うん、さあのイベント以外で朝配信なんてめっちゃレアやん。だから雨降ってるんか。そうかもしれん。パン食べた？いいね。サノは、サノの朝食を当ててください。どうぞ。うん。うん。ああ、朝だわ、本当に。めっちゃ朝って感じ。はあ。でも今日は、昨日めっちゃ寝るの早かったので、あの最近の私の中じゃめっちゃ早かったので、あのめっちゃ寝れましたよ。ちなみに何時に寝たと思います？あ、珍しいねって。おはよう。ドーナツ、ブブー。サーノンなら柿穴、ブブー。朝食べない派。なるほど、朝食べん派か。朝食べんとなんか元気出らんくない？パンとバナナとヨーグルト食べた。毎日のルーティン、健康的。牛丼、ブブ。牛丼朝から重いわ。うん、うん、12時。あっ、ピンポン。12時に寝たっちゃけど、でもなんかちゃんと寝ついたのは多分12時半。うん、お話し会ね、ありがとうね。卵焼き、ブブー。 EAA って何？フルーツ。あー、ブブー、入ってないですね。朝からステーキ。朝から健康的。あ、でもステーキって朝からいっちゃない？多分お肉やからね、良さそう。でも朝からステーキ食べれるのすごい、なんか、うん、朝からステーキはすごい、なんかあのもたれちゃいそう。うん、牛丼食べようと思ってる。え、すごい、牛丼もすごいね。朝から、朝から牛丼食べれるっちゃすごいわ。サラダ、ブブ。
あ、お仕事つく。いってらっしゃい。今日の答えは？ダララ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 ン。私言えないのでこれ。ダララ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 ン。飲むヨーグルトです。飲むヨーグルトです。しらすご飯、しらすご飯食べたい。え、しらすご飯食べたい。いいな、しらすご飯。夜はやんない。うん。今日はやんないかも。鍛えてる人は朝から素敵、大丈夫。あ、そんなルールがあるんや。ルールっていうか、そういうのあるんや。そうだよ、ヨーグルトやからみんな本当に当てれたよ。うん。何、調べ物？しらす美味しいよね。今日も砂利パン最強じゃん。最強ですね。うん。え、朝からお酒すごい。お仕事行ってくる、いいね。これどんぐらい振ればいいんですか。なんかいつもさ、この周りについてもったいないことになっちゃう。でもこれ振ってくださいとか絶対書いちゃう。え、よく振ってから飲みください。ほらね、みんなよく振ってからだってよ。よく振ってからお飲みください。よく振ります。俺も最近ヨーグルトが多いけど今日は違ったからさね。残念。よく振ってからってどんぐらい振ればいいんですか。なんか中身見えんか分かんないよね、こういうの。もういいよね、さすがに。あー、1月15日申し込んだ、嬉しい。再販。じゃあ書いちゃおうかな。待って、おはようって書いとこ。 OK、 皆さん再販待ってます。クリスマスは申し込みできない、できんかな。1月も待ってますね皆さん。もういい。こうやって混ぜるのが一番正解かも。よし、飲む。あ、多分今日は美味しいわこれ。いつもにまして。よし。これゆっくりさすとね、漏れちゃうの、あのヨーグルトが。いただきます。1月15日が最終ってことはあれやね、12月分はもう終わってるね。セブンイレブンの偉い人、イメージキャラクターに、なに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 、なんなんなん、めちゃくちゃフルスタイル。そう、振った。なんかいつも振んないから今日は振ってみた。ラオ、よく振ってからお飲みくださいって書いてあったわ。振るのが正解みたい。はあ、クリスマスはもう終わっちゃってるんや。うまい。おいしいわやっぱこれ。いっぱい振ろう、もう振れない。大正解でよかった。これからはよく振りますね。皆さんもよく振ってのお飲みください。ヨーグルト
なんかまつげがさギュルンってめっちゃ上がってるんですよ。わかる？めっちゃ上がってるから、あの逆に買って悪い今。なんかまぶたに張り付く、まぶたに張り付いちゃう。いいことだけど。うん、ヨーグルトってちょっとドロドロが好き。え、これドロドロよ。え、ドロドロじゃないかな。ちょっと待って、もう飲んでみる。めっちゃサラサラではない、シャバシャバじゃない。ミッサーちゃんさん、はじめまして。宮崎県代表のゆみさんです。ぜひぜひインスタグラムもツイッターも見てね。うん、ドロドロとサラサラの中間って感じ。シャバシャバじゃない。ビューラー やらないで上がってるの。そう、あの今ねまつげパーマしてるので。そうそうだよ、ビューラーやんない最近。落ちてきたらビューラーもちろん使うよ。あ、めっちゃ不調だから。そういうこと。牛乳みたいに。あ、牛乳ほどはない、大丈夫。昨日宮崎県産のうなぎ食べました。あ、嬉しい嬉しい。サーノもうなぎ食べたいな。うなぎ美味しいがね。1ヶ月持つって。うん、1ヶ月は持つかな。でも1ヶ月ぐらいかもしんない。なんかね、そうですね、あの暴れてくるので、うん、そこがちょっとあれですよね。うん、でもビューラーだとめっちゃまつげ傷んじゃうし、どっちもどっちって感じ。そう、ずっとねやっちょらん時期長かったけど、でも最近なんだろう、あの武道館だったりとか、そう劇場だったりとか、何があった、あ、エイトの日だったり、いろいろあったので、8月10月で12月も今月もあったので、そう、あのそうオンラインもあったし、あの最近はよくマツパしてますね。うん、早起きめっちゃ珍しい。今日は午後からお仕事な。違う、あの気分で起きてます。なんかいつもさ、あの遅くてもっていうか、いつも寝る8時間後に、必ず8時間後かな、うん、8時間後か7時間後、まあ、8時間から8時間半後ぐらい、7時間半から、うん、そう8時間半ぐらい、寝る時間からね数えてに目覚ましかけるっちゃけど、今日は それが早かったので、本当は7時半に起きる予定だったけど8時に起きたって感じ。まつげの上がり目は心の上がりってどこぞの人が言ってた。おはようございます。そう、気分でそう起きるんですけど、毎日あの目覚ましかけて寝てる。うん、じゃけどでもね、なんかあの、いや明日はもう絶対に好きなだけ寝たいぞって思った日は目覚ましかけんから、その時は多分9時間後とかに起きますよ。ちゃんと計算して起きるの偉い。本当？あ、でも昨日とかめちゃくちゃ久しぶりに11時間半も寝ちゃいましたけどね。軍事サンタに何をお願いしたの？それ
それは劇場に見に行ってくださいよ。何もないときは目覚ましなしで寝ないとって。そうね、確かに。1時まで寝ちゃったのすごい嬉しい。褒めてくれた。褒めるとこじゃないけど、俺1、そう、昨日は11時間半寝た。1時半に寝て1時に起きた。行きたいけど当たんないのよ。そうだよね、そうだよね。じゃあ誰か見たかったおらん？ああ、当たんないよね。倍率高いよね、劇場は。だって250人ですっけ、入るの。なあ、今日は久しぶりの朝配信やのに、空の太陽の光が当たってないのは残念やわ。ごめんなさい、今日は電気です。面白いことなんて言ってませんよ。ツイッターで写真流れてきた。まさか自分から行きたいと、行きたいというか、え、ツイッターでそんな写真回ってた。なるほど。じゃあ言ってもいいかな。でもさ、劇場にさ、それを楽しむように見に行く方ももしかしたらおるかもしれんやん。だからどうしようかな。言っていいなら言うよ。言っていいなら言う。そう。うん。ヒントだっけ？挑戦系。うん。チャレンジ系かな。朝配信は演技良くなるらしい。良くなるくらいに、サノン、ああ、神々しくなる。確かに。演技いいよ、今日も。きっと。こんなに光が当たってる。うん、もうみんなお仕事始まっちゃった。みんなこの時間って見れるのかな。まあでも人によってバラバラですよね。いいことあるかなって。あるよ。だって朝配信なんてめったにせんやん。うん、いいことあるって。うんうん、演技いいよ、めっちゃいい。そうだよ、めっちゃ挑戦系ですよ。挑戦系よ。あ、高速バスで逃走、大阪まで。この時間に見れるかなって俺に言わんといてやって。どういうこと？この時間に見れるって朝ってこと？あ、そういうこと、そういうことね。めったにしないという朝配信見れてラッキー。いただきました。ありがとう。ラッキー、そらラッキー。そらラッキー、いいね。そらラッキー、そらのではなくそらラッキー。え、5時間？あ、でも5時間ってさ、まあまあやね。
遠いけれどもまあまあな時間ですね。あー朝は5時間もかかるんや、遠いな。みんなの朝のルーティーン教えてください。じゃあどうぞ、みんなの朝のルーティーン教えて。うん、ラッキーで、ソラッキー、あ、ソラッキーでいっか、ソラッキー、ソラッキーがいいね。確かにソララッキー言いづらいし、ソラッキーがいいかも。配信ツイート拡散しました、優しい、ソラッキー。仕事のある火曜日は朝からカレーを食べる。火曜日って火曜日ってカレーの日とかある？すごっ、朝からカレー。でも朝からカレーってさ、いいっていうか、いいって言うよね。てかさ、あのさ、あの朝さ、あれだよね、あ、ホテルの朝食とかってにさ、カレーよくあるやん。カレーって絶対あるよね、そういえば。ってことはやっぱり朝カレー食べるといいのか。ソラッキー流行らせて、みんな。ちょっといいことあったらソラッキーって言ってください。うん、ソラッキー光ってる。うん、ソラッキー、ソラッキー。うん、どどどどど、この枠何時ぐらいまで、この枠ですか。うーん、何時から始めましたか、逆に。何時から始めたかによりますね。確かに朝、あ、朝食にカレーを言ってるなって、毎回少し食べたくなるわって。そう、会長がね、あ、おいちょがね、うんうんうん、カレーが食べたくなってきた。どげんかせんというか、どげんかせんというかな。37分からありがとう。じゃあ37分までする。1時間にしようじゃん、朝なんで。30分にしようかなって思ったけど、30分だともう経っちゃうってことよね。わかった、1時間にする。うん、まだ10分、まあまだ20分なんでね。そうね、ドゥ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 。ああ、朝からソラノちゃんの配信見れて、ウレピーマン、ちょっとウレピーマンもさ、ちょっともうちょっと流行らせてほしいわ。使ってください、ぜひ。でもうさ、12月13日なんですね、日付を見てびっくり。そらちゃんの配信終わってからチェックアウトの準備しよう。そうしよう、そうしよう。チェッ
ックアウトか、準備しなきゃだね。チェックアウトの準備ってめんどくさいよね。いつも思う。めんどくさかったもん。うん。サーノの朝ルーティーンどんな感じなの？朝ルーティーンですか？朝ルーティーンですか？朝ルーティーンはですね、あ、朝ルーティーンですね。あ、いっぱいありますね。今日朝ルーティーンいっぱいあるけどさ、なんか何してるか聞かれたらちょっと難しいかもしれない。うん。でも朝一番に起きて、あのスマホをいじるとかそういうなんかあれはないです。なんかなんなら起きて30分後にスマホを初めていじるっていう時もあるし、そう、それはない、うん、かな。うん、だから必ずテレビつけますね。あ、朝ルーティンといえば、朝は起きたらあのうがいして、一番にお水か白湯を飲みます。コップ一杯。今日は白湯と、あ、白湯じゃない、今日は混ぜたのでなんか、うん、ぬるい水、水よりの水、水よりの水よりのお湯水よりのお湯みたいなぬるいの飲んだ。白湯でもなく、うん、あ、それが一番のルーティンかもしんない。松屋の豆腐キムチチゲ定食、おいしい。え、おいしそう。キムチな、おいしいよね。そう、白湯かお水。あの寒い日は白湯で、暑い日は水。うん、中間の日はまあどっちか選ぶって感じ。だから毎日白湯でもない、うん、そう、そんな感じとかいろいろありますね。うん、冬限定、なんか冬限定ってかそういうの楽しみあるかよくない？なんやっけ、なんかさ、コンビニのさ、スイーツとかさ、なんやろ、雪見大福のチョコレートとかもさ冬限定やったりするやん。でも雪見大福のチョコレート今年はなんか結構ずっと売ってる感じするけど、うん、そういう楽しみあるよね。冬限定、夏限定とか、うん、朝起きたら何見るかって、それはですね、時間によるけど、え、めっちゃ時間によるけどね。でも、目覚ましテレビか、スッキリとか、あ、ラビットとか、あ、でも今日は一番に朝ドラを見た。舞い上がれ。ドマさんありがとう。あ、朝配信見逃すとこやったやろ。よかった、来てくれて。うん。なん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 。
あ、遅刻だ。どうもどうも。みんな朝ちゃんと起きてるんですね。そりゃそうか。今日火曜日ですもんね。ふん。そう。昨日さ、やっぱさ、寝すぎたからかな、今日4時に1回目が覚めたんですよ。正確に言うと3時59分に目が覚めて、でももし本当に起きる10分前に20分前とかやったら、あ、もう寝れなくなるって思ったから、一瞬だけ携帯を見て時計を確認して、3時59分だったのでちゃんと寝て、その後7時半ぐらいにまた目が覚めて、7時40分か目が覚めて、2回今日は目が覚めちゃったので、目覚ましなる前に、やっぱ昨日寝すぎたのかもしれません。うん、目覚めることないというね、本当に普段、めったになくて。みんな起きてますね。朝5時から一仕事？朝5時は、爆睡中です。爆睡中でした。え、3時に？はあ、で朝5時に。ご苦労様です。そういうのも3時59分に1回起きて、7時40分に起きて、8時に起きました。あ、7時40分じゃないな、じゃああれは7時、いや7時40分、昨日寝すぎたのに夜ちゃんと寝れたのは偉いって。おー、でも12時に寝たかったのに、あ、違う、12時半になりましたよ。寝れんすぎて。サーナンが思ってる以上に真剣なんで仕事頑張ってますって。なんかさ、私がサップさんのこと真剣じゃないって思ってるみたいやん。真剣なんですね。そう、40分に起きてまた寝ました。ハットミ発動？どこ？どこよ？先週の火曜日は朝3時に寝て、3時 ?7 時に起きた。はあ、眠。サッカー？なんだろう。ん？え？真面目って言わんやったっけ？あれ？いつも遊んでてずっと配信見てると思ってるでしょ。そんなこと思ってませんよ、わさぴさん。そんなこと誰が言った？言ってません、言ってません、言ってませんよ、そんなこと言ってません。うん、だってわさぴさんたまにね来る時あるもんね。あ、クロアチア戦大事な試合だわ。1時まで寝れるサラの羨ましいって。俺は疲れてるときはお昼寝派。あ、朝はちゃんと起きるってことね。サラのも見たっしょって。サラのは、え、待って、それさ4時の試合もしかして。4時だったっけ、あれ4時やったっけ。
4時の試合はあれで見たよ。あのね、お昼にね、ポップアップの次にやってた、あ、0時の試合、ごめんなさい、0時の試合か、そっちか。0時の試合は、あ、見ました、半分見ました、うん、半分見たんですよね。 PK のやつでもね、私が見たのって前半30分、前半30分じゃない、前半なんですよ。前半を見て後半寝ちゃった。本当に申し訳ない、スイマーに負けました。ちゃんと見てたんですけどね、うん、PK 後半が見たかったね。でも後半はなんかテレビのなんか切り抜きとかでさ、なんかあるじゃないですか、そう、決まらず結局最後はPK になりましたみたいな。そうそう、今思ったけど昨日と今日はあくび、あんまりあくびしてないよねって、はっ、たくさん寝たからないとか言ったらね、あくび出るんですよ。ああ、うん、うん、うんうんうん、あー、あくびした？映した？私に。あくびするとなんで涙目になるんやろ。ネイル塗り替えたいな。意外と下地塗んないと長持ちするかもしんない、逆に。そうね、ニュースでいっぱい見たよね。何？なんちゃらつ、今どんなネイルしてるの？え、劇場のね、周年の時と一緒やったけど、どっちがいいかな。こんなピンクちゃんやけど、なんかそう、ちょっとずつハゲてきちゃったかも。次は WBC ね、あるね。そう、ベースね、でもね、塗るといつも塗ってるっちゃけど、今回お家に忘れたからヌチュランやったっちゃけど、でも意外とさ、あの前回さ東京行った時にそう忘れたので、そう劇場の前に直塗りしたっちゃけど、意外と直塗り持つよ。画面で見る感じめっちゃ綺麗やろ、ね、おはよう。大本命のドミニカ共和国、本命日本、対抗オランダ、ドキドキだね。
そうだ、サッカーの次は野球ですね。今年は盛り上がるね。次はネイル色変えるの。うん、迷ってますね。オレンジにするか迷ってますね。うん。なんかさ、ネイルサロンに行くとさ、なんか確実に可愛くなるやん。でもさ、こう気分が変わっ、もし変わるってなった時はさ、自分で塗った方がさ、次々変えられるのはいいよね。どっちを取るかですよ。あとネイルサロンに行ってネイルするとめっちゃ可愛いけど自分で落とすことが難しいとか、うん、それはあるね。でもオレンジにしたいな。うん、なんかクリスマスネイルみたいなしてみたいなって思ったっちゃけどさ、ネイルサロンで。でもさ、よく考えてみたらあと10日ぐらいしかないわって思った。うん、やっぱもったいないかな。さあのオレンジのイメージあるかもって、嬉しい。でも今のピンク可愛いなって。そう、もうずーっとピンクとオレンジを行き来してますよ。してる。何かついてる。ピンクの服着たっけ。ピンクちゃんついてた。そう、ネイル可愛いよね。なんかネイルしちょっとね、なんか気分上がるんですよ。めっちゃ気分上がるし、なんか手が可愛くなる。お手て可愛くなる。うん、え、そう、綺麗に塗れたらねテンション上がるのよ。クリスマスネイル見てみたかったけどな。そうね、そう、友達がさ、しんいちゃんがクリスマスネイルしててさ、そうやりたいなって思ったんですけど、うん、そう、おはようグルッペン、おはよう。待って、ちょっと音聞こえる、これテレビ。うん、みんな朝早い。ヨッシーさん、はじめまして。宮崎県代表のゆみさらのです。ぜひぜひインスタグラムもツイッターも見てね。めっちゃ光ってる、ソラッキー。今日はなんか久しぶりの方もいらっしゃいますね。やっぱり朝なので。やっぱさ、夜は見ねえけど朝は見れるよみたいな方もおるよね。平日この時間はみんな仕事で忙しいのよって。わざっぺさん、そんな怒んないでよ。スラッキーちゃんと覚えてた。スラッキー、早起き。そう、みんな早起き偉いです。沢野ちゃんとお話ししたい方は再販しとりますよって。嬉しい、ありがとう。そう、1月15日がラストみたいなので。そうで、1月15日以降のが今申し込めるので、皆さんぜひぜひ
オンライン話会、よかったら遊びに来てください。はじめましての方もね、皆さん待ってるので、全然緊張せずに、ぜひ。みずみずきさん、おはようグラッパー、ぜひインスタグラムもツイッターも見てね。俺も夜配信より朝配信が見やすいよ。ほんとサノン絶対早朝配信なさそう。うん、あんまないですね。そう、推しは押せるときにね、みんな。うん。この時間になんだかんだレギュラー陣確かに多くてさすがですって、私も見習わないとって。あさっぺさん、ちゃんと見習ってください。本当だよ、すごいよね、嬉しいよね。結構ね、意外とみんなレギュラー陣多いですよね、壇上の方とか。うん、緊張する？全然緊張せんくていいよ、本当に。もうこんな感じなんで、普通にそうね、みんなオンラインお話し会参加してくださってる方、私普通ですよね、喋れますよね、普通に。いけます、いけます、もっと頑張りまする。いいね。早朝、待って、なんて書いちゃった？早朝読めますよ、私普通に。ちょっと待って。どこ？なんて読んだっけ？朝配信って言った？ごめんね。今日は3連休。最終日で愛媛にいるけど、あ、そっか、まだいるのか、そっかそっか。普段もお昼から仕事、あー確かにこの時間見やすい。そっか、でもこの時間はめったにないですね。分かった、じゃあ明日はどうか分からないけど、明日も朝できたらしようかな。そう、漢字が並んじゃうとね、パッと見ですよ、やっぱりパッと見には難しいです。待って、くしゃみしそう、めちゃくちゃくしゃみしそう。どのようなお話をしてますって、もうね、普通に何でも話します。そう、なんかファンの皆さんがなんか伝えたいこととかいっぱいあったら、私はそれをひたすら聞きますし、聞くし、そう、そうじゃなかったら私が話しかけますよ。うん、何でも待ってます。うん、誠司さん、ぜひ。うん、句読点使って、使って。ありがとう、私のペースで行く。うん、まあくしゃみしそう、めちゃくちゃくしゃみしそう。うん、くしゃみしそう、くしゃみしそう。うん、うん、おはよう、おはようございます。サノン最近仕事忙しくて夜配信見たもんさ。そう、そうですね、夜配信多かったので、
ちょっと朝配信もいいかなって思って朝配信してみましたよ。そうですね。サラダの話し会3枚以上取ることをおすすめします。1枚だとただ笑われて終わってしまうんで確かにそうかもしんない。もうね、私会えたことが嬉しすぎて笑っちゃうんですよ。そう、嬉しさのあまりめっちゃ笑っちゃうよね。ぜひ、うん、そう、うん、そう、はじめましての方はあのあれですけど、ちゃんと話せるんですけど、こう2回目以降やっぱさ嬉しくて笑っちゃうんよね。そう、1回目はさもうさあれじゃん、嬉しくてさ話そう話そうってなっちゃうじゃん。そうそう、なんか違う嬉しさでね笑っちゃうよね。もう久しぶりに会えると嬉しくて。私基本3枚です。じゃあ大丈夫です。急に笑われて最初顔に何かついてると思って焦ったよねって大丈夫だよ大丈夫、そんな心配はしなくていいです、はい、そう、まあ、みんなのペースがありますから話しましょう。皆さん見てて、おはよう。どっちでも嬉しいよ。一気にでもね、そう、分解してても、そうね、確かにね、話したいことさ、多分ファンの皆さんいっぱい考えてるじゃないですか。だからそうだね、確かにどっちを取るかですよね。もうまとめて一気に話しちゃいたいよって方はまとめてがいいと思うし、そう、なんか忘れちゃうから分割がいいって方は分けてもいいし、仲良く話せるメンバーさん10人目指してるので参加しようかな。嬉しい。ぜひ仲良くなりましょう。マブダチになりましょう。うん、嬉しいな。今何人いるんやろ。逆にメガネくん、おはよう。ぜひインスタもツイッターも見てね。いつも中身がないお話し会ですもん。もうね、たくさん笑わせてくれてるので大丈夫です楽しい、うん、なんかさ、なんだろう、一生懸命なんかね、日記じゃないけどなんか文章読んでくださる方がいたりとか、手紙読んでくださる方がいたりとか、そう、もう嬉しいし、もう一緒にたくさん笑える方がいたりとか、もう本当にね、全てが嬉しい。なんかやっぱ人それぞれですよ。うん、めっちゃ楽しい。うん、そう、とか海外の方とかは一生懸命ね、日本語をね、そう、一生懸命喋ってくださって嬉しかったりしますね。初見ですって、トークさん、ありがとう。
ね、違うよ、笑わせるつもりはないって。めちゃくちゃ笑わせに来てるやん。それがいいのよ、うん、それでいいの、うん、みんなそのままでいいんですよ。オンラインって本当にパワーもらいますよね。もうめちゃくちゃ元気出る、うん、楽しい。もうなんかオンライン話し会するとあのほっぺが疲れます。うん、微笑みすぎて笑いすぎて、ここが疲れますね、オンライン話し会。いい意味で、めちゃくちゃいい意味で。うん、もうさ、あのめっちゃ爆笑画面で止まったりする、あ、止まるんです。最後のさ、自分がこうやって映ってるっちゃけど、ここにそう、めっちゃ大爆笑で終わってる時とかあるもんね。うん、六本木アリーナ、何ですかそれは。25日、笑う、残念。でも待ってるよ、うん、9時35分ありがとう。じゃあランキング見ます。37からでしたっけ。13位は森のくまさん、ありがとうございます。12位はエレメンツさん、ありがとうございます。11位はカートムさん、初めてかな、ありがとうございます。ランキングね。10位はコウトキさん、ありがとうございます。9位はさんちゃんだよ、ありがとうございます。8位はこういちさん、ありがとうございます。7位はなーとまく空の姫しか合ってるわ、ありがとうございます。6位はわさっぷさん、ありがとうございます。5位は伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。4位はひでとさん、ありがとうございます。3位はショートさん、ありがとうございます。2位はムムさん、ありがとうございます。そして1位はのぼさんでした、ありがとうございます。はーい、皆さん仕事戻る？仕事戻るの？あとちょっとなのに置いていくのか。それではいきますよ、せーの、空のじゃんけんじゃんけんぽい。今日はチョキです。皆さん朝から見てくださってありがとうございました。それでは今日も一日元気に頑張っていきましょう。みんなお仕事頑張ってね、お仕事頑張ってね。寒いからみんなあのカイロとか持って暖かくして元気にいってらっしゃい。それではまた配信するので、また明日かな、待っててください。それでは Have a nice day、 バイバーイ、ありがとう。